チョイスします。でね、まずこのようにバランスを取る。大丈夫だよね、俺たち身体関係。そう、大丈夫ね。このようにコントロールします。大丈夫ですよ、混むことは多分ないと思います。このようにゆっくりやるんですかね。これでも実はオートバイ乗ったことある人はオートバイ自体はね、バランスを取りながら乗るものなので、スピードを出せば安定はしますけど、このようにゆっくり、あれあれ、さっきはもう少し拍手がいただけた、ありがとう。これね、バランスこうやって取って、これがもう技術なんですけど、なかなか伝わらないのがいいんです。そこで僕はマイクをつけて喋るんですが、じゃあこれどう、最近ベトナムいっぱい行ってるんだけど、こんなことやったりとか、これね、バランス、これ笑わせるつもりでやってるんですけど、意外にウケるんだよね、これね。さあ、このようにバランスをテーマにやってきますが、限られた時間の中で、やっぱりトライアルだけではないですが、オートバイ乗ってると一度はやってみたい。さっきも言いましたウィーリー走行、空気圧もバッチリです。あれ、ミシュラマック、拍手がちょっと少ねえな今日な。そんなことないか。はい、行きましょう。じゃあまずは、ウィーリー走行、さあ行きます。お客様ギリギリまで行きます、ギリギリまで行きます。そしてウィーリーの技術だけではなくて、タイヤのね、たわみというのもご覧ください。それをコントロールしています。そして拍手が少ないとこうなるからね、さっきから言ってるでしょ。ちょっとギャグを入れてみました、こちらの。このね、手前の中でやるってのすごい難しいんですよ。まずはウィーリーウィーリー、わざとギリギリまで行きます。そして大丈夫だよな、俺たち長い付き合いだもんな。よし、行きます。登場してね、トライアルというかモータースポーツを、皆さんと一緒に広げていきたいと思います。